はい、今回から新シリーズを始めようかなと思ってます。で、何をするかというと、ゲームを作ろうと思ってます。で、ゲームのフレームワークなんですけど、ピクセルっていうつい最近出た新しいフレームワークがあるので、こいつを使ってやってみたいと思います。で、私もこれ使ったことがなくて、まあドキュメントもチラ見したくらいなので、まあつまずきたくさんあると思うんですけども、生温かく見ていただければと思います。で、何を作るかは次回以降考えるとして、今回は環境設定をしたいと思います。で、このマシーンは何も入ってないに等しいので、Mac 版のものを今入れようとしているところですね。で、ブリューがいるので、まずブリューを入れます。あ、間違った、これでいいか。はい、ホームブリューですね。こいつを丸コピーして、はい、はいと、OK、これで入るはずなので、で、Python 3はブリューで入れたくないので、ちょっと別の手段を取ります。ね、pyenv インストーラーか。はい、こいつで、これですね。おっと、ダウンロード、はい、入りました。そしたら続いて pyenv インストーラーで pyenv を入れていきます。はい、 OK。 そしたらばこれで、バッシュのプロフィールに追記します。で、バッシュプロフィールを読み直し、で、pyenv インストールリスト。で、インストールするのは、こいつが 3.2 以上なんで、まあ安定してるだろう、6を入れましょう。pyenvインストール、ほいっと。うん。はい。あ、エラーになっちゃったので、こいつを入れます。ブリューですね。で、この GLFW ってのもいるんで、ついでに一緒に。はい。OK ですね。こいつをセットしないといけないっぽいので、一旦これを、書いておきましょう。はい、で、よし、プロフィールと、はい、と、で、もう一回インストールと。はい、やっとの思いでインストールができたので、pyenv バーチャルenv を切ります。バーチャルenv 3.6.7 をピクセルとしましょうか。はい、pyenv バージョンズで OK、 ピクセルっていうのができてますね。そしたらば、開発用のディレクトリを作ります。ピクセル、あとね、pyenv ローカルピクセルと。はい、これでピクセル用の環境になったので、
pip インストールのピクセルと。あ、間違った。大丈夫か？間違ってない？なんか、タイプしたやつがあったらしいですね。はい。OK ですね。そしたらば、一旦この、こいつが動くまで確認したいと思います。テストパイ作って、これ貼り付けて、抜けると。Python のテストパイ。とやると、うっ、出た。やった。ですね。ボタンの Q で抜ける。OK。ということで、とりあえず環境設定だけしたので、次回以降はゲームの何を作るかって話と、まあ、作っていくっていうのをやっていこうと思います。ということで、今回は以上です。